弱ゲーム回して弱中が2回なんですよね。ちょっと弱いにも程があるんだろう。さあ凱旋やっちゃおうかな。ああああ、こんなのあんの、こんなのあんの。終了後は AT 当選前のモードを引き継ぐ傾向にあるというところでは、あ、ここで天国っぽい挙動を確認できないようであると、あ、これは広角で当たったんだなっていうことが言えて、あ、これは設定6、設定4の挙動ですねってことが言えます。なんとか奇数決転敗どころか奇数転敗すらないですから。やっぱり確認できてたかというとそうじゃないんで、天国以外で右上がりキナナで刺したイコールこれはアルデ挙動と、はい、でもってここですよね。何積もったじゃん。え、俺言ったでしょ、言ったよね、俺言ったよね、アルデ。台無しでございます。
どうした？どうしたの？セクシー。あ、そっち？そっちか。なんだよ。そうだもんね。マンチョ。
いいの当たってよかった。まあまあ最後の技はリオデジャネイロでしたね。リオデジャネイロでした。マジで。いやー、ハースを使ってないだろ今日これ。ああどうしよう。ああ鬼の城出やがった。うわ鬼の城出とるわ。はい、番長は打ってきますんでね。はい、50ゲームから打ち始めたんですけども延長はありませんでしたね。ですから1回目の期待ができるかっていうとやっぱ難しいと思いますので、とにかくいただきラッシュ入れてもうこのいただきランプを消さないことですよね。いただきラッシュ入ってしまえばそこまでの設定差がないっていうのが番長の売りですから。
解除しましたんで、設定1だと仮定した場合は5分の1で、天国モードに行こうと。青いただけで逆転しますんでね、今使ったお金が5万円、